伸びしろしかないわ、伸びしろしかないわ、伸びしろしかないぜ、伸びしろしかないんだよ。はい、右でコクとか左でコクとか目黒でコクとかお尻でコクとか伸びしろ。どうもプラスミナンバー芸人のアーナ高由です。よろしくお願いします。ワナちゃんです。よろしくお願いします。集中ありがとうございます。今日はね、もう非常に気合が入っている動画でございます。題して4年間課金し続けてきたハイ課金オーダーで乱戦やっていきます。ありがとうございます。おはようございますでございます。もう気合入ってるんですよね。早速紹介しましょうか。まずね、はい、まずこちらでございますね。僕が丹精込めて4年間かけて作り上げたオーダーでございます。早速見ていきましょう。まずキャッチャー古田さんですね。はい、キャッチャー古田さんもう間違いないです。特殊済みです。マックスです。はい、もうほんと裏捨ても綺麗ですね。得のも上げてますということでございますね。で、ファーストに村上、宗隆ですね。ファーストですね。パワー88です。バズーカつけてますと。もう正味リアタイはバズーカ命です。はい、間違いないですね。サードのようにファースト適正 D なんですけども、まあ入れてますということでございますね。間違いないですね。で、セカンド TS 菊池さんですね。特殊済みです。マックスでございます。はい、もう CBS ってことでね、もう綺麗ですね。特能もマックスでございます。ありがとうございますね。そしてサードに落合博満、間違いないです。サードいけますと、いけたますとございますね。特集済みでございます。よろしくお願いしますね。ショートにゲンちゃんです。ゲンちゃん置いてますね。やっぱ守備ショートはもうゲンちゃんですよと、間違いないですね。非常に綺麗、得のも上げてますですね。間違いないですね。でレフトにショヘオジャーニースビー解放済み、ありがとうございます。特集も済みですございますございますね。ああ、強い強い強い。もう大谷翔平が最強だろって話ですよ、打者としてね。で、センターに糸井、間違いない。ありがとうございます。集中。糸井さんめちゃめちゃ強いですよね。打感がいいでございます。ライトスピ解放、特殊済み、高橋由伸、ありがとうございます。ライトは高橋由伸を置いとけば間違いないでございます。ありがとうございますね。 DH 柳田、ギターですね。同チーム8-2ね、リーグ的にはいいですね。まあアーチ国存在感ということで、まあ最高ですね。そしてベンチにね、置いてます。特殊済み、バースでございます。はい。で、中地でございます。これもスピーカーハウス済みでございます。ね、セレクションのね、中地かっこいいですね、この写真ね。で、坂倉さん、これもセレクションですね。写真はね、ありがとうございます。ございますね。で、セカンドの光に山田哲人でございます。ございます。ありがとうございます。で、打順がね、1番糸井嘉男、2番柳田悠岐、3番大谷翔平、4番落合博満、5番村上、6番高橋由伸、7番菊池涼介、ここに代打、8番古田敦也にここ代打、9番源田壮介にここ代打でございます。ありがとうございます。はい、で、投手ですね。投手がマジで、過去一最強じゃないかなと思ってます。はい。言うたらもう、ほぼほぼ4人をワールドスターだし、まあ、噂さんももう、実質ワールドスターだし、ということで、もうみんなメジャー組です。はい。まずこれね、写真書いてますけど、侍のダルビッシュですね。侍ジャパンダルビッシュですね。で、藤浪君ワールドスター手に入れましたね、この前ね。はい、ありがとうございます。もう使っておりますと。で、侍大谷君ですね。まあ、ここも強いですね。で、千賀さんですね。ワールドスターですね。奪三振賞ですね。で、上沢さんですね。やっぱ上沢さん結構強いですよね。はい。で、中継ぎですね。中継ぎ藤川球児さんセレクションですね。強いですね。で、松井裕樹さんですね。4400ですね。で、高梨さんですね。高梨さんも強いですね。で、藤井小屋さんですね。まあ、強いですね。間違いないですね。で、抑えにビエールですね。間違いないですね。スピー解放4200にしております。ありがとうございます。いやー、ほんとね、この史上最強オーダーで、ちょっとランク戦やって、バチバチに打ってきています。これが4年間課金し続けてきた最強のオーダーなんだというところ見せたいと思います。よろしくお願いします。早速いきましょう。383の量、間違いないです。やりがいです。さあやっていきましょう。いやー、リボンもいいっすね。間違いないですね。これ5個目ね、パリーグ杯で、取りたいと思います。よろしくお願いします。さあ行きましょう。まあ、正味この山本由伸いつの？これ何？ 2022 か、了解。集中。はい、ちょっと待って、これ広角出てる。はい、超広角の伊藤由伸さんも、もう絶対塁出るよ。はい、いいよ、全然いいよ。ハマスターの昼って見にくいな。どうだ？みんなは。
OK いいよ。さあこの応援歌注目。世界で一頭イカシャドルラマー鳥山明さん、ありがとうございました。さあそして大谷翔平ですね。ちょっと待って、全然歌ねえやん。何がや、何がハイカキンオーダーや、見ろや、ええ加減にせよ、集中だよ、ここは、ほんとに。何、全然あかんやん。あえぇ、ー、超えるよ、超えるよ。え？まあ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 、言うたら振りよ。振り振り。あれ？一本もヒット出ないの？っていう振りなんよ。うん、これはさ、まあ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 、そこはなんだろう、芸人だからやっちゃったかな。芸人だからやっちゃった。ごめんね。まあ、正味さ、そういう振りが大事なんよね、お笑いって。お笑い論よ。このあと2回で打線爆発いたします。間違いないでございます。本当に。さあ、ベースピーを意識していこうぜ。さらっ、ね、ベースピーを意識していこうぜ。ですね、間違いないぜ。ここはちょっと1球カットボールを挟みつつ、ベースピーを意識していこうぜ。ベースピーを意識していこうぜーすね。はい、ベースピーを意識していこうよ。ベースピーを意識していこうよーですね。はい、OK、ナイスですね。はい、いいですね。この方は速い球振ってんな、多分。張ってんな。速い球張ってる方には立てすら。OK。で、立つ三振賞出たんで、まあ、正味ここのフォークで振る。絶対振るよ。絶対振るからね。振らないか。じゃあ、あえてのここら辺からフォークだと思い浮かせてのツーシーム。OK! さあ、打っていこうか。さあ、行こうか。まあ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 、正味ね、もう振りは終わったんで、まあ、打ってきますわ。集中していこう。カットボールとスラカね、スラカなんてもう見え散らかしてんのよ、俺。はい、いや、タンだ。まあなあ、こう、タン、プロスピって、まあなんか、これがタンダになっちゃうっていうね。普通さ、フェンチョクだったら2塁まで普通行くよな。リアルだったらね。はい、ムーラカミ、ムーネタカ、ムーネタカ、ムーラカミやります。そして、高橋翔平ですね。はい、ビーバー青春、胸を張れ。いつでも帰られるさ。あ、まあ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 、ええよ。ここでバース。ここバーです。ここでバース。恐怖の代打、バース、はい、終了。ここで坂倉。もうこの坂倉さん、ガチガチ、ちょっと待って、マジ集中するわ。全然打ってないから、集中。うん、まあ、ツースプな、ツースプな見えるよ。はい、これないと、あ、もう入んな、もう最悪。まあいいよ、全然いいよ。集中してるようにしようかよ。オーケー、ナイスね。呼びた。オーケー。はい、これ超えろ、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 絶対超えろ。オーケー、ナイスー。さあ、ここで中地かな。オッケーオッケー、打者一巡ありがて。これ見せたかった。中地の、ああ、四国、オッケー。中地がどれだけ打ちやすいかっての見せてやるよ、集中。いくぜ。はい、熱戦、もう見散らかしてんだよ。ランク戦の球なんてな、もう見散らかしてるんや、こっちとら。はい、中地。さあ、伊藤行こう。え？最強中継ぎで抑えるわ。参りました、出るよな。いや、もうね、参りました、出るよ。藤川球児出されたら打てないもん。俺も打てないです、正直、藤川球児は。えぐいて。チートやて、これ。誰が打てんねん、こんなの。え？ドラゴンバーワル！世界で一頭言ってがちドラマーズ。探そうぜ！ドラゴンボール！世界で一頭生かしたドラマー。この世まで書いたから今、あ、そうさ、今こそアドベンチャー。人生なんて冒険なんてヒット打たれてるじゃないか、おい。人生なんて正味冒険ないよ。
冒険してこそなんよ。はい、セカンド。人生とは冒険です。ありがとうございました。ぜひぜひ皆さんも冒険してみてください。何かが見えると思います。ありがとうございました。